車椅子ドラマー高則。皆さん、こんばんちは。車椅子ドラマーの高則です。今日はですね、ちょっとね、天気もあるかもしれないですけどね、起きてからね、もうだるさと痛みがね、今日はね、もう下半身だけじゃなくて、もう顔以外全部痛いみたいなね、そんな感じなんでね、今日なんかいろいろね、やる気がなかったんですけどもね、でね、今日はね、月曜日にしてようかなって思ってたんですよ。思ってたらですね、ずっとね、もうスウェットでね、横になって、ベッドで横になったらね、そっちの方が辛いんですよね。なんで、やっぱりね、今までが来からってことで、とりあえずですね、メイクだけしてみました。これね、女性の方だったらわかるかもしれないですけど、ちょっとメイクしたりね、髪型とかちょっとやると、ちょっと気合入るみたいなところありませんかね。まあ、ちょっと40前のね、男に言うのもなんですけどもね、ちょっと化粧をね、して、気分だけ上げて、今、太鼓の前に座っております。でですね、一応、これで、太鼓で遊んでですね、僕の中でね、僕を元気にしようと思います。それではですね、やってみますんで、お付き合いくださいませ。はい、というわけでですね、やっぱりね、遊んでる間はですね、痛みとか辛さがもうほとんどっていうか全くなくてですね、やっぱね、夢中になってるとね何でもこう病気からですなって思ってですね、やってみるもんでした。はい、というわけでですね、こうやってやれるのもですね、普段こうご視聴いただいたりね、いいねとかコメントくださったりね、登録とかもね、いただいているおかげでですね、僕のモチベーションになっておりますしね、元気でやっていけております。皆様にいつも、感謝しております。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマー高則でした。おいしょ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。